ヘーゲル作家のメンバールーゲやエトガーバーウアーシュティルナーらが書かれている。1842年、マックス・シュティルナーはドイツの哲学者。青年ヘーゲル派の代表的な哲学者の一人とされる。マックス・シュティルナーという名前はペンネームであり、本名はヨハン・カスパー・シュミットである。シュティルナーの名は彼の身体的特徴であると起している学にちなんで、 高校時代につけられたニックネームに由来する。なお、日本語では、スチルネルや、スティルネルと表記されることもある。ヨハン・ゴットリープ・プフィヒテと、ルートビヒ・アンドレアス・ホイエルバッフ派の哲学に影響され、極端なエゴイズムを軸とする哲学を展開。いかなる人間的共通性にも解消できない、交換不可能な事故の自我以外の一切のものを空虚な概念として退りけ、その事故が、 自らの有する力によって所有し、消費するものだけに価値の存在を認める徹底したエゴイズムという彼の思想は青年ヘーゲル派のメンバーに大きな影響を与えると同時に批判にもさらされた。しかしながら彼のエゴイズムは単なる船舶のあり主義ではなく、個々の人間の人格の独自性と自立性を最大限に重んじる立場である。シュティルナーの思想は強力に 個人主義に見えるが、しかし、シュティルナーによって、移ろいゆく自我と称されるその自我に関わる思想は、近代的な意味の個人の概念とは異質なものであり、単に近代的自由主義における過激な個人主義というわけではない。シュティルナーは、唯一者の自由を求めているのであって、個人の自由は、それとは異なる。シュティルナーによれば、自由主義の想定する国民の自由は、 シュティルナーの求める私の自由とは異なるのである。シュティルナーの哲学は、シュティルナーと同様に、青年ヘーゲル派に属していたカール・マルクスやフリードリヒ・エンゲルスにも多大な影響を与えており、エンゲルスは、私たちはシュティルナーの到達した地点から出発しなければならない。そして、それをひっくり返さなければならないと述べ、利己主義による共産主義というものを提起している。 マルクスやエンゲルスは主にシュティルナーの思想に見られるニヒリズム的傾向を批判しているが今日の研究では彼らの批判はシュティルナーの哲学理論を理解していなかったことによることが指摘されている。ドイツイデオロギーではシュティルナーに対する批判、反駁が強く行われていた。また、シュティルナーはアナキストは自称していなかったものの 前期の徹底したエゴイズムの立場から個人の価値を阻害する国家権力や圧力体系としてのあらゆる権力を唯一者に対して否定する。従ってシュティルナーの思想は皇族世代の個人主義的アナキズムに深い影響を与えることとなった。シュティルナーは唯一者とその所有においてエゴイストの連合なるものの成立を提唱している。 エドアルト・フォン・ハルトマンの無意識者の思想は、もちろんのこと自我の彫刻を求めていたという点からは、フリードリヒ・ニーチェの超人の概念にも影響を与えたと言えるが、ニーチェ自身がシュティルナーの思想について言及している点は確認されていない。この点に関しては、フリードリヒ・ニーチェとマックス・シュティルナーとの関係性の記事を参照されたい。 実存主義哲学の先駆者としては、精錬キルケゴールとほぼ同時期に唯一者としての自我を全ての思考と行動の基礎に据えようとした点が特筆されるべきである。キルケゴールによる単独者の概念は死に至る病において初めて提出されたものであった。シュティルナーはバイロイトで楽器職人の子として生まれた。小さい頃からラテン語やフランス語などに親しみ、 優秀であった。彼の通っていた高校が後に、ロー・ヘーゲル派を代表する学者、ゲオルク・アンドレアス・ガプラーが校長を務めていた学校である、イムホーフ高校であるのも受けて、当時、ヘーゲル哲学の画廠、ベルリン大学に進学。たちまち哲学、特にヘーゲルを中心とするドイツ関連論の取りなるが、かねてから病気療養中の母のために、退学を余儀なくされる。 その後、いくつかの大学に断続的に在籍し、教員資格を手にし、1839年から、高等学校の語学と歴史の教職を手にし主張、唯一者と、その所有を書き上げる。生涯ベルリンで過ごした、同時にこの頃から、フライエンと呼ばれていた青年ヘーゲル派の人物を、中心に、軍人、芸術家、学生などの人物らと酒場で交わり、 自由や政治について語り合った。このグループは時として手段が講じた振る舞いもした。このグループらと交わり、ブルーノ・バウアーラと共に中心的な人物となる。このグループとの交流により、やがて無政府主義的な考え方が生じたと言える。他に、マルクスが主催する、ライン新聞に、芸術と国家、愛の国家についての試論などを発表。 ルートビヒアンドレアス・フォイエル・バッハやバウアーからも一目を置かれる存在となる。シュティルナーの自由人ぶりが講じ、無心論的な奇抜な自身の結婚式を行い、夫婦で始めた商売が失敗して離縁され、それが起縁で1845年に教職を辞す、ハメともなる。彼は翻訳などで生計を立てようとしたが、貧困に苦しみ、孤独のうちに死去した。遺体は引き取り手がなかったため、 かつての名優ブルーノ・バウアーが引き取り、バウアーによって葬られた。主張、唯一者と、その所有は、マルクスとエンゲルスの協調、ドイツ・イデオロギーが、多くのページを割いて、批判の試みをしていることからもわかるように、シュティルナーの歩んだ、孤独な生涯に反して、その思想は、当時の思想家たちに、多くの議論を巻き起こしたと言える。シュティルナーは、 いかなる人間的共通性にも解消し得ない私という自我を指して、それを唯一者と呼ぶ。唯一者は私を指し示す単なる名示記号であるに過ぎない。唯一者を一般的、普遍的に定義することは不可能である。なぜなら、唯一者とは個別的、具体的な自我であり、私が所有することができるもの、自己が消費することができるもの一切だからである。 唯一者はいかなる概念によっても規定することはできない。私という現実にある自我によっての未内容と規定が生じる。そうして初めて自己は自己として生きることができるのである。彼は単なる独画論を主張していたのではない。このことは主体的に独立した個々人による真の人間的連帯を彼が想定していたことからも明らかである。彼が個人主義的なキズムや 実存主義の先駆けと評価されているのも、彼が自らの力によって所有し、消費するものだけに価値の存在を認めたこと、そして自己自身、つまり自我を思想の根底に置いたことが理由として挙げられる。また、彼の言う自我は、主張である唯一者とその所有を飾った次の言葉に表されている。イヒハブ、マインソック。 アウフニヒがしてると、私の事柄を、無の上に、私は据えた。彼はこの言葉通り、事故を、無、つまり誰もが迎える、死という必然によって規定される有限なる死体である、ことを自覚しつつ、生きていく瞬間瞬間において、常に自らが自らを定律し、新たに、自己自身を創造し、非造物である事故をとどまることなく彫刻するもの、すなわち、 創造的虚無として捉えている。唯一者とその所有はシュティルナーの主張たる大著。下段、シュティルナーの批評家たちは唯一者とその所有へのヘーゲルサ派哲学者たちからの批評に対するシュティルナーからの反論である。ジャーナリストであったシュティルナーのこの他の著書は基本的に時事論説ばかりである。日本の大正時代の哲学者、辻淳による和訳、 唯一者とその所有がオリオン出版社から昭和45年に辻順著作集録として発行された。つびしえん 18&25、ピアニッシモ237-238。ありがとうございます。